そんでいると見せたいができないね。多分それだけ私一番悲しい。私の一番のモチベーションは、ね、もう世界の見せたいの。日本の MMA もまだ強い。みんなの気持ちのなんかプライド弱ってから日本の MMA も終わり、ね、でも私もまだ見せたいのはライジンからもう日本がもう本当に戻った。 UFC じゃない、ここはライジンだよ。これが俺の試合だから。メルビン選手、本当日本の格闘技なめんなっての。なんか吠えたかったんですよ俺は。今の格闘技界に足りないものを何かというか、自分の人生もそうでしょうし、去年から見せたかったものをそろそろ打ち切れようかなと思ってたんじゃないですか。今ってこうなんだろう、いろんなこう YouTube とか動画が出回ってて、まあみんななんだろう、こう簡単にコメントとか、まあ匿名でできたりするんですけど、そんな中でこう、まあ有名人と近くて、まあ結構挑戦してる側の人をなんか笑う風習が結構あると思うんですけど、まあこの挑戦してる僕からすると、その挑戦していることを笑ってる人を僕は逆に笑ってるんで、まあ皆さんもこうなんていうか、挑戦して、自分で挑戦して、その笑うやつを笑う側にいてほしいなと思います。はい、自分の最大限のパフォーマンスをどれだけこう出せるかが大事だと思うんで、相手意識するよりも、だからなんかどの相手でもそこは変わんないんで、だから舐めるとかないんですよね。だから自分を舐めないっていうか、格闘技を舐めないっていう、はい、それこそジャイアントキリングなんて格闘技であることだと思うし、でもそれってラッキーパンチとかないと思うんですよ。本当に実力だと思うんで負けらんないです。